はい、どうもこんにちは。ということで、今日はね、珍しく大越さんとコラボの動画でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、今日はですね、荒川区の町屋にあります麺屋愛心さんっていうお店に来ておりまして、一応こちらのお店がもともと本店が新潟の方。そうなんです、はい。で、大越さんのお知り合いだったってことでご紹介いただいて、早速飛んでまいりました。一応いろいろメニューはある中で、麻婆あんとか使った辛いラーメンと、あと煮干し中華そばを使った淡麗のものがあったりとか、いろんなメニューがあるので、今回は僕は一応レギュラーメニューを4品、はい、で大越さんは新メニューの方を食べたりとかして、最後は激辛のなんかやばいのがあるってことなんで、それをいただいていこうと思います。はい、金色煮干し中華そば、とろ玉トッピングですね。はい、いただきます。細麺にしっかりあったものが、これうまっ、すごい、うん、うまいな。でも今僕が食べてるのが、多分以前マックスさんが来た時に一番好きだっていうラーメンなんですけど、これもめちゃめちゃ美味しいですね。美味しい。煮干し自体は焼きとか入れてる感じなの？焼き？あ、よくわかりますね。いや、香ばしさがやっぱりすごい引き立ってて、鎮油で、ゆっくりこうじわじわ、はい、しながら、こう全部数分くらいまで低温で入れた油なんですよ。やっぱりそのなんか、鎮油ってちょっと甘くなりがちなんですけど、多分その焼いてるその苦味というか、その渋みっていうか、それがね、後味をね、キリッとさせてくれるの、めちゃめちゃうまい。ちょっとチャーシュー取ろうと思ったんだけど、柔らかすぎて、つかめない。ありますよね、チャーシュー掴めないでしょ。アップとかできなかったですね。担々麺でございます。うまそう。いただきましょうか。はい、あ、全然臭みがないですね。激アツだ。うめえ。あ、間違いなくうまいわ。で、こう、ね、トッピングの仕方も、マー油と黒マー油とエビ油と分かれてるんで、こう後半になるにつれてまた味が変わってって、ね、うん、それがうまいですね。
はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じでリゾットでございます。ちょっとこっちかな。あ、うまそこは白飯ですけど、うん、ありがとうございます。玉のりジョニーでございます。おー、めっちゃうまそう。じゃあ早速いただきます。いただきます。のもっちもちしたやつめっちゃうまい。ありがとうございます。岩のりもまた合いますね。これ海鮮と椎茸の旨味がないわ。皆さん、僕さっきからこれうまいわしかやってないけど、めっちゃうまいんですよ、マジで。うまいとしか言いようがないです。うん。最後、ちゃんと止まらない。僕は基本語彙力ないんですけど、今さらに低下してます。美味しすぎると低下しますよ、ね。低下します。もうプリンプリンなんだよな。しっかり辛い、しっかり辛いですけど、そもそものスープがめちゃめちゃやっぱ美味しいので、椎茸とかの旨味しっかり入れてるんで、全然本当辛いだけじゃないっていうか、本当に結構これ結構でもこれ美味しすぎて、いっちゃいますこれ美味しい。わかりました。これはすすったら負けるやつですね、これ。吸ったら負けるこれ。でも、あ、全然辛い辛さとかじゃないので、やっぱりしっかりと下から混ぜてベースのスープと和えると、またまろやかとは違う。まあでもこうもっとまとまりが出てくるというか、辛いだけじゃないですね、本当にこんな旨味が凝縮されてるね、うん。昆布酢爽やかな、うん、後味。
これまたいいですね。あ、うまい。しい。全然トゲがないですね、お酢の。うん、あ、これめっちゃうまいな。ちょっとブレンド山椒。新潟のコシヒカリを使ってるそうです。うん、土台部をこっちかな。うん、あ、ごちそうさまでした。ということで、麺屋アジさんでいただいてきました。いや、もう本当にね、どのメニューも美味しいものばかりで、まあ、ちょっとあの僕はもう次おごさんにも内緒で、新メニューを食べてきて報告をしたいと思います。ぜひ感想をお願いします。僕はじゃあまた今度改めてその新潟の本店の方にもちょっと一緒に遊びに行ければなと思いますんで、アテンドしますので、はい、その時はよろしくお願いします。お願いします、はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあね。